こんにちは、どうもゆうちゃんさん、2回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ね、こんにちは。どうもお疲れ様です、お疲れ様。初見です。違うでしょ違うでしょ。早めに始めた。あれ、何だこれ。さっきあの、どこした。二度目の方ありがとう。こんにちは、どうも。こんにちは。うん、9位になっちゃう。下がっちゃった。こんにちは、どうも。こんにちは。やっほー。こんにちは。どうも。こんにちは。まだおはよう、おはよう。うん、黒前さん、先生見てたくさんありがとうございます。ありがとう。こんにちは。どうも。こんにちは。どうもまだ寝起き？まだ寝起きって、普通に寝起きだよ普通に寝起きだよ。こんにちは。どうも。つけても可愛い。ありがとうね。ありがとう。こんにちは。どうも。よいしょ。こんにちは。お昼配信大体ね、そうよ、大体ね暗記してる時もあるけど。こんにちは、どうも。うん、フォローありがとうございます。ありがとう。こんにちは。何通知来た。なんか時差あるな、7号の通知あ、そうの方ありがとう。こんにちは、どうも。昨日幼稚園のアバター書いてね、今日診察がしてた。早ければ早ければってか、明日反映されないとちょっと間に合わないんだけど、明日反映されると信じてる幼稚園アバター、明日きっと反映されるはず。診察がしてた。で、お兄ちゃん、どうも。兄ちゃん、アバター家の今ね、その幼稚園のやつ以外、今、私かけるのは、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11個。このイベントのやつもあるから、このイベント入れたら12。結構あるな。こんにちは。間に合わなければ、エンジコスプレ。エンジコスプレ。配信の時に。まあ、それ3位になればね。一応やっぱ書いたよ、昨日。こんにちは、どうも。おはよう、おはよう。こんにちは。よいしょ。そう、たくさんある。いっぱい書かなきゃ。よいしょ。こんにちは。どうも。よいしょ。こんにちは。22分の範囲。ん？ 22 分のとこが今通知来たの？遅いな。うん。レベル31に達成。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。2度目の方、ありがとう。こんにちは。
YouTube あ、めっちゃ楽しみ。明日配信されたらいいけどな。サインを維持できるように思います。 YouTube、 YouTube じゃない、なんだっけ、先生見てか。今4歳だ。ありがとうね、ありがとうございます。こんにちは、どうも、こんにちは。目の前の方ありがとう、こんにちは、どうも、こんにちは。よいしょ、こんにちは。喉が渇いた、通知安定してから一生アプリ開いて閉じてしてる。安定しながら一生アプリ閉じて開いて閉じて。通知値の大変な。でもショールームよりかいいよね、きっと。通知ファンルーム、ショールームのファンルーム。こんにちは、どうも。いつもの方ありがとう。こんにちは。ショールームのファンルームはさ、1時間に1回しか通知がいかないんだよね。ただ1時間にさ、何個も投稿しても1回しかいかないから。だから7個を書いた。こんにちは、どうも。うっちゃんは書いてて、いや、オールはしてないよ。オールは寝てよ、ちゃんと。こんにちは、どうも。こんにちは。やっほー。いい天気、今日。暑そう。暑そう。そういうのが安定して通知きやすいけど、1時間に1回安定して通知きやすい。そう、1時間に1回っていうのがちょっとねちょっと使いづらいから変えた。こんにちは、どうも。怖いな。1時間に1回じゃ寝る時間が短くなる？寝る時間が短くなってこの寝る寝る。お兄ちゃん、お。まん。こんにちは。うわ、なんかしてる。明日毎日120。明日？今、もう99。ついてなってた。今99。うん、ついてた今。明日行く？じゃあなんかどうしようかな。何しようかな明日。なんかしようかな。なんか食べようかな。うわ、なんかやってる。壁つぶつぎしてないよね。なんかなんてアプリ開かないとトーク更新されてるかもわかんない。どういう通知が行くの？なんかトーク、ん？トーク更新されてるかわかんない。ちょっと勉強あると思う。笑いはしないよ。笑いはしない。期待してます。頑張るな。うん、こんにちは。今日もゲリラ豪雨にはなんかビクビクしてる。ん？昨日雨降ってた？ん？昨日雨降ってた？あ、昨日雨降ってたか。そうだ、顔見た時ちょっと雨降ってた。国日記念はチャイナドレス。明日？着るなら土日がいいんじゃないの？明日金曜よ。キクさん200回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ね。ありがとうございます。
安典さん、たくさんお披露ありがとう。ありがとうございます。待って、やられてる。ちょっと待って、壁、爪とぎやられてる。ちょっと待って。よし、戻ってきた。ブブに壁詰めたきやられてた。でもね、セーフやったギリ。危ない。こんにちは、たまん。よくギラ完了、ありがとう。ありがとうございます。こんにちは、のんちゃん、お仕置き怒ってきたよ、ダメだよって兄ちゃんとも持ちないといいけどな。なんかいいな、ほんと段ボールとさ、朝の爪だけがあるんだよ。そこでしてくれよ。普通の人に発信時間が多くはないのが視聴者を増やすカペになるかも。確かに確かに。どうしたらいいのかな。あれにしたらいい、あのなんだっけ、あれがなん、あれ配信時間のなんかライブ予定管理でさ、どうしたらいいのかな。ライブ予定管理で、お知らせしたいのかな。二度目の方ありがとう。片方の方もありがとうございます。こんにちは。くそ。猫じゃらしで遊んでる。こんにちは、あんたも。その手もある。そしたらいいかな。ライブ予定。あれも通知、あ、そう、あれ通知来ないけど、開いたら見えるから、どれがいいかなと。一応ね、なんか、ルームのプロフィールみたいなところに、配信の時間は755でお知らせしてるって書いたけど。こんにちは、だもん。URL って書いてるけど。どこかな、今度から。こんにちは、だもん。うん、だもんだもん。でも基本は755でお知らせかな、配信時間。何する。こんにちは、だもん。こんにちは、よか先生。こんにちは。こんにちは。通知音書いてるから気づくから好き。通知音とか変えれんの、変えれるの、 LINE みたいにできるんだね、知らなかった。うん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 。かわいい。猫じゃらして遊んだら短い足、ひじから出してくる。かわいい。全然閉じてないもん。短い足が。足が。短いよ。閉じてないって。かわいい。初物の方ありがとう。こんにちは。うん。99日だ。明日100日ね。なんか夜配信なんか食べようかな。買ってくるわ。お兄ちゃん、たま。今日も暑いですね。今日も暑い。
痛くない外外痛くない、一応一旦あって難しい。確かにショールームね、ショールームは全部さ、ちゃんと通知行けば何の僕もいない、全部通知行けばいいんだけどさ、それが一番いいんだけど引かないんだよな。こんにちは、あんたもいつもの方ありがとう、こんにちは、初見です。違うでしょ、違うでしょ、こんにちは。でも何プリン、どうしようかな、何しようかな、プリンか、普通のプリンか、なんか他のケーキか、なんか食べろこんにちは。でもハッピーサッピーさん、100回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう、ね、ありがとうございます。こんにちは、どうも。あれはもう使わないの、7午後でこれから時間をお知らせしようかなって思ってた、全部通知いかないから。こんにちは、プリンか、そう、プリンかケーキどっちか。こんにちは、どう、てかですね、今日帰った娘は7午後で OK だよね、7午後してない人もいるよね。どうしようかな、あれも一応時間だけ書く、7午後は両面の中のイメージしかない、まあ確かにショールームの幸せばっかりこんにちは、どうも、こんにちは、どうもどうも。いや、スルームのワンルームにも書いとくか一応配信時間、こんにちは、またやる配信、またね。スルームの方にはあれだな、配信時間だけ書いとこうかな、その終わった後とか書かずに配信時間の知らせだけにしようか、知能が使いやすそう。二度目の方ありがとう、こんにちは、ブブ、後ろにいる、それがベストな気がする。そうしようかな、755とショールーム両方に、ちなみに行こう、別に定着してもらうにはそれがいい。確かに私が忘れなきゃいいけどな、忘れないでしょ、なんで突然755復活した、いやね、ショールームのファンルームが使いづらいから755戻したの。ファンルーム1時間に1回しか通知いかなくて、ちょっと使いづらいなと思って。こんにちは、でもちょっとね、1時間に1回だけなのか、こんにちは、でもこんにちは、ブブが溺れてるわ、ブブさんか、こんにちは、どうも、二度目の方ありがとう、こんにちは、やほー、よいしょ、頼むって1時間に1回しか、いや投稿はできるんだけど通知がいかないの、通知がいかない、こんにちは、中へちょっと使いづらい、こんにちは、どうも、ごきらきらお届けです、ありがとう、ありがとう、きらぼしありがとうございます、こんにちは、どうしよう、何年もと755両、あ、そう、両方書くってことになった、さっき両方書こうかなって、私が忘れなければ両方書く、通知がいかないとはどういうこと、だから1時間に1回しか通知されないショールームは、だから1時間にその2回とか3回とか投稿しても1回分しか、一番最初のやつしか通知がいかない、2回目3回目の投稿のやつはいかない、通知が、だからみんな気づかない、気づけない、投稿してもってこと
にちはだもん。755じゃあファンルームに投稿するのは配信時間だっけ。755はなんかあのこう1時間以内に何回も投稿するときに使うみたいな感じにしようかな。ショールームはショールームの配信時間だけのお知らせみたいな感じにしようかなと思ってる。こんにちは、どうも。二の目の方ありがとう。こんにちは。X かスレッツ X スレッツ違う、スレッツやってないのと X 配信時間数お知らせするつもりはないよ。こんにちは、どうも。な、こんにちは、どうも。なるほど、そういうこと。そこいつも頑張っていて偉い。ありがとうね、ありがとう。今日は顔出さないんだよ、言ってんじゃん、広いし。広いし、寝起きだから顔出さないんだって。毎回言ってんじゃん。こんにちは、どうも。なんで X であるの ?X ではいつも配信のお知らせしてないから。Twitch はやってるけど。こんにちは、どうも。こんにちは。こんにちは、どうも。初見リス違うでしょ。こんにちは、どうも。1時間に1回だと急な変更の対応急な変更の時対応できない。そう、通知がいかないんだよ。こんにちは、どうも。今日の例はお世話ありがとうございましたってやつだよね。ショルームのファルは755にも両方書くんだけど、配信時間は俺、ん?ショールームは、なんだっけ、配信時間の告知だけにしようかなって思ってた。こんにちは。キャパタムスに乗れるように頑張ります。ありがとうね。本日もありがとう。こんにちは、どうも。キャパタム、何を、何ですか。こんにちは、どうも。今日もこんな後寝るの、寝るよ。寝ますよ。そりゃ。こんにちは、どうも。こんにちは。どうも、どうも。今日買ったもいいな感じにしなくて。お昼寝楽しんでくる。寝ますよ、そりゃ。寝るよ。普段寝たばかり。いや、あんま寝てない、今日。絵描いてたから。寝るの遅くなった。よかった、また新入りです。新入り?今月はってこと?そんなこと言ったら毎月になる。かわいい。ありがとうね。ありがとう。こんにちは、どうも。こんにちは。僕が暴れまいってる。寝てない?いや、寝すぎ。いや、あんま寝てない今日。まだそんな寝てない。まだ。絵描いてたね。アバターの。たくさん夢見ること許可します。たくさん夢見てくるわ。こんだけ寝てる。日によるけど。お昼配信前あんま寝てないから今日、そんな。今日は割と普段に比べたら寝てる方か。今日5、6時間ぐらい。
だって活躍なんかにつなげるだけかとか。いやだって本当だもん、みんな10時間とかやってると思ってるじゃん。起きる配信は寝てないよそんないつも3時間とか2時間ぐらいの時もあるからあもう寝てない。お風呂配信はこんにちは。どうもランタンさん200回目の方もありがとうございます。ありがとう。こんにちは。どうも。ヨンカさんの夢はどうすればいいですか。私の夢私の夢見れますようにと思っとけば寝れる。ヒムタ過ぎすぎてないと思っと寝ないと。さっきブブブブね、寝ようと思ったら暴れたりとかするんだよ。トイレしたりとか寝させてくれない。こんにちは。初めま。こんにちは。えらい。えらい。初見詐欺。やめて。こんにちは。全然人がいい。ちょっと寝るよ。ちょっとね、早く寝たいんだけど。寝なきゃね、早く。たまには夢に出てきて。全然出てこない。出てこない、あんま。ブートの夜遊び。そう、ブート夜遊びしてる。猫じゃらしで。いや、でもごめんね。ごめんね。思っちゃうのか。嫌な夢に可愛い猫が出てきたんですけど、あれはブブですか。可愛い猫が出てきた。それきっとブブだな。ブネトム先生の声どこだったじ。どこだったじ。アップねえ、ほんとにアップねえ。アップねえよ。刺激だって、何がよ。何がよ。思ってるのか。でも、どうこんにちは。どうもーん。やほー。そろそろあれだな、長芋買いたいな。また長芋のさづけ食べたい。こんにちは。どうもこんにちは。こんにちは。やほん、こんにちは。むーちゃんのインスタカード、むーちゃんのインスタカード作んないよ。ちょっと携帯がうるさい。よいしょ、待っていた。うん、グランチさん先生見てたくさんありがとうございます。アニータこんにちは。どうも。そろそろあれだな、またね、またね。あれ、お仕事尺入れた。お仕事頑張ってね。またね、またね。こんにちは。どうも。こんにちは。あ、どうした、何してる。いたずらしようとしてる。私が見るたび見上げてくるんだけど、いたずらしてる自覚があるんだろ、それは。それは自覚があるんだろう。ダメよ、いたずらはね、ブブ。かわいい。お前はまだいる。まだいるかい。またねってビスタさん言ったね。二度目の方ありがとう。こんにちは。どうも。かわいいブブ。キラキラどうぞ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。よいしょ。こんにちは。どうも。
ミスターさんにさよならしただけね。そういうことね。アヌさん飼ってるワンちゃんの印刷作ってた？グブの印刷作ったところで、グブの写真にそんな載せるかわからないや。グブちゃん。今んとこ作るつもりないや。おいる。こんにちは、たもん。グブさん、おちゃといシャンプーしたから、なんかめっちゃいい匂いする。いい匂いする、めっちゃ。シャンプーの匂いが。あとなんか、ムフムフになった。前より。ムフムフのブブちゃん。こんにちは、たもん。どうも、こんにちは。うん、風富田さん、ファンレベル15。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。こんにちは、どうも。こんにちは。配信、あ、そう、1時15分まで。そう。そうです。ちょっと遅れちゃった。ブサイのベストタイム、確かに。一円ユースリマブ。シャンプーの匂いで。モフモフなんだよ、シャンプーしたから。こんにちは、だわ。お風呂は楽しかった。お風呂はね、おとなしかったけど、なんかドライヤー大変だもん。全然乾かないし。もう、隅っこの方に行くから。大変で。捕まえるのが大変だった。こんにちは、だわ。いつものことありがとう。なんか、悪さしようとしてる。やめた。こんにちは、だわ。今に洗ってあげてね。かけさんと、確かにね。猫。猫ってどのぐらいでお風呂入れればいいんだ月に？月に重いのかな。あんま入れちゃうとさ、猫ストレスって言うじゃん。だから。とりあえず入れたけど、この前。いつもの答えがどんこにじゃん。昨日クリームだったら見てたら、くのかすみちゃんが大活躍してた。そう。そういう興奮になっちゃうのよ。びっくりしたりとか、初めての場所ついてけど。ずっとそういう子いるからね、動かないから。そっから動かしても、すぐ隅っこ行くから。ビビリだからね。うん、今日方もその方に、やすのりさん、今月もありがとうございます。ありがとう。あいたね。うん、こんにちは、どうも。多分見つからないにいたずらする部分。ダメだよ、いたずらしちゃう。か、そんな入れなくて、猫月1ぐらいでいいのかな。なんか、匂いが気になったらとかね。今月末ぐらいでよ。こんにちは、とも。19キーちゃんには会ってないね。ってなったら、私が卒業した後だもん。何を会ってない。猫は水嫌いないじゃん。水。ブーはね、意外とね、そんなことないよ。そんなに。水は大丈夫。音がね、ドライヤーの音が。もっとまあ寝て起きたら切符なかったんですって言ったら今回はいいですよってよくわからんけどしたいいかい。でも水嫌い。私は水大丈夫。猫だと割れて大丈夫。爪切りやったよこの前。爪切りはいける、大丈夫、やらせてくれる。うん、チートの差開いちゃった。強い。2万ポイント差ぐらいだったのに。あら、こんにちは、たもん。うん、こんにちは。たもん、こんにちは。うん、さっきからね、パ
ソコンの裏のとこいて怖いんだよね。コードがいっぱいあるからそこ。やめて。もう買わないでよ。大丈夫そう。二度目の方ありがとう。何気にこのイベントは確かに。え、なんか、みんな強くない強くない？ちょっとなんとか3位以内目指したい。総合3位以内目指したい。ユートランキングがあるね。あの先生見て3位先生見て3位目指す。よいしょ。こんにちは。おこれもないけど、爪切り暴れる猫結構楽でいい。確かに爪切りはさせてくれる。まあ逃げたりはするけど、結構やらせてくれる。ちゃんとに、まあ、逃げるけど少しは。こんにちは。どうも。爪切りやらせてくれなかったら大変だからな、猫おじさん。こんにちは。どうも。パスもチャージしました。お仕事頑張ります。頑張ってね。またね。こんにちは。どうも。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様。今日がでもついて言われてる。ほんとに？どっかよ。で、まだ9位よ。ちょっとね、3位目指して頑張る。こんにちは。どうも。こんにちは。どうも。かわいい部分。ソファーの上で。なんか、座ってる。こんにちは。食べるかな。お昼何食べよう。こんにちは。うん、夜配信できたら長めでありますね。みんな前回イベントの激闘で回復じゃ。確かにそうだよね。ゆっくり行きましょう。こんにちは。どうどうも。うん。みんなお昼たくさんありがとう。ありがとうございます。お昼今は、うん、お昼4位だ。ありがとうございます。ありがとう。夏場の方もありがとう。こんにちは。どうも。やほー。栄養とってね、なんか食べるわ。じゃあお昼何食べるか。なんか食べる。次の1の人がもう355万ポイント。355やばいね。1位の方の貢献1位の方やばい。なんかすごい。息を。こんにちは。どうも。こんにちは。こんにちは。どうも。どうも。こんにちは。にゃん。今日は書いてない。幼稚園は書いて、今審査反映してたから、反映せずに審査通過してたから。反映早いわ。通過してたから、早ければ明日反映してくれるといいんだけど。そしたらイベント間に合うから。土日がね、反映作業がないから、審査と反映作業は明日反映してくれないと。あるぞ。こんにちは。初詣の方ありがとう。どうも。こちら、こんにちは。どうも。うん。みちお、幼稚園のばっかりいたからね。で、
審査通過してたんで、あとは反映を待つだけ。よいしょ。こんにちは、どうも。あ、ゾンボの方ありがとう。こんにちは。どうもどうも。こんにちは。どうも、こんにちは。やっほー。どこ見てんだ、ブブ。こっち見て。こういうのこう言ってんみたい。何がある？あつまとか、あつまの方ありがとう。こんにちは。こんにちは、どうも。どうもどうも。空いてきた。お腹空いた。何食べよう。何食べよう。みんな何食べたの？お昼。こんにちは。もんナポリ、あ、ナポリタンいいね。美味しそう。パスタもありだな。どうしようかな。何しようかな。こんにちは、どうも。うん。丸が何食べるか。あんなやばい。ブーと一緒に食べるかな。ブーブーも餌足してあげないと。ご飯。ちょっと暑くてヘロヘロ。え、そんな暑いね、今日も。やだー。な、たま、ん？納豆卵かけご飯？納豆卵かけ？いいね。どん兵衛。どん兵衛もいい。塩おにぎり。塩おにぎりだけ？食べる？ふっ、気合いいね。ブリの照り焼きもおいしそう。ジェラの？うん。ジェラの炎？うん。っていうかったね。うん。そんな、あの、辛いやつってこと？辛そう。わかんないけど。うん。二度目の方ありがとう。こんにちは。ブーブー漬け、お茶漬け。何食べよう？先生、なんでアンパンにはごまが乗ってるんですか？歯にせわ、何歯触って。ごま、え、確かになんで乗ってるんだろう、ごま。アンパン。わかんない。いや、ぽくみ、あ、いえ、ぽくみ多いね。どうしよう。いや、ぽくみはチーズ買ってないの。チーズ買わなきゃ。二度目の方ありがとう。こんにちは。え、何食べる私。ブブの鼻息が聞こえる。なんか拾わないよね、きっと。かわいい。タム、タムかけブブ。なんだそれ。なんだそれ。2度目の方ありがとう。こんにちは。こんにちは、とも。こんにちは。どうしようかな、ご飯。何食べよう。ブブ鍋？鍋にしないでよ。二度目の方ありがとう。こんにちは。タムかけ。ブランケットのことをする。ブランケットの、ブランケットまだなのよ。問い合わせないと早く。めんどくさくって問い合わせない。油そばいいね。油そばこないだ食べたけど、もう食べたいよ。油そば、油そば週3ぐらいで食べたいの。すごすぎるかな、飽きちゃうかな。逆に食べたい油そば、もう食べたい。先週かな、先週食べたよね私油そば。もう食べたい。流しそば、流し、どうやって流すのよ。持ってないよ、流すやつ。クミョンで外出しない。あ、あり、それもあり。でもね、チーズがないのよ。チーズがね、ヨダキー。何がヨダキーだよ。こんにちは。お、
外出そうめんどくさいんだけど、なんか買いに行かなきゃな、ご飯。うん、ブラントさんファンレベル15、ありがとうございます。ありがとう。おはよう、おはよう、おはよう、こんにちは、たまん、こんにちは、どうもどうも、よいしょ。みんなキラおかしありがとうね、ありがとうございます。こんにちは、どうも、やっほー。ソファでそういう時するなよ。あつもの方ありがとう。あ、うん、油かたぶた。なんだそれ。なんだそれ。どういたしまして、何がよ、何がよ。うん、ハロありがとう。はい、ね、おはようございます。おはよう、おはよう、こんにちは、どうも、こんにちは。うん、パソコンでも冷たいダメだよ。ダメだよ。こんにちは、どうも、こんにちは。どうも、どうも。よいしょ、やほー。はじめまして、本当に本当に初めましてか。二度目の方ありがとう。はい、ね、こんにちは、どうも。みんなファンレベル上がってる、ありがとうございます。ありがとう。ブブに冷たき場所食べされてる。だよ、冷たき場所2カ所あるんだよ。ダンボールも置いてるし、ブブが行くさ、ベッドのとこにダンボールを詰めとき置いてて、で、ケージの中にもちゃんと朝の詰めときを置いてるの。うん、なんか朝の詰めときあんましてくれない。なんか猫ってさ、こう朝の詰めときが一番なんか詰めときしやすいらしいんだけど、なんかそう YouTube で言ってるの見たから買ったのよ、朝のやつ。ちっちゃ、なんかたまにやってくれるぐらい、ダンボールが一番気に入ってる。二度目の方ありがとう。こんにちは。100ヒロありがとう。ありがとうございます。緊急中？何？爪研ぎする場所？ダメよ。もうちゃんとする場所があるんだから、そこでしてよ。それ以外でしないでよ。規格外の部分。そう、一番、なんか、ブリーダーの方のなんか YouTube みたいな、見て。一番爪研ぎしやすいのが朝の爪研ぎ。で、二が、なんか、壁紙とか。部屋の壁紙とかで。三位が、段ボールらしいんだけど。なんかね。やっと、だから朝の爪研ぎを買ったのよ。で、ケージに取り付けれるやつを。でもやってくれないのよ。こんにちは、どう？劇場パンツさん、劇場にお餅が出てるやつ、あれは今んとこ出るよってないの、ないです。こんにちは。一般猫の常識外の部分。なんか言ってくれないの。せっかくあ、そんなやつ買った、なんかおもちゃ付きのやつで、おもちゃではたまに遊ぶ。昨日もなんかほんのちょっと遊んでたけど、すぐやめてた。あ、じゃにゃん、そろそろランキングもか。いつもの方ありがとう。とも、こんにちは。よいしょ。連れてきてください。実際段ボールで溶けてるんじゃない、爪とぎのやつで。じゃあ13位からランキング読ますね。13位、アペシさん、ありがとうございます。12位、レッドさん、ありがとうございます。11位、スペースランナウェイさん、ありがとうございます。10位、まさかつさん、ありがとうございます。9位、なかみさん、ありがとうございます。8位、ハンターハンマーさん、ありがとうございます。7位、ライチさん、ありがとうございます。6位、筋肉愛国さん、ありがとうございます。
5位ももさん、ありがとうございます。4位じんさん、ありがとうございます。3位グランツさん、ありがとうございます。2位やすのりさん、ありがとうございます。そして1位がフロマンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ね、ありがとうございました。お昼配信ありがとう、ありがとうね、ありがとうございました。お昼配信今日もお邪魔の方ありがとう、こんにちは。うん、よろしくありがとうございました。また夜配信でかな、夜配信時間分かり次第お知らせします。755とファンルームでもお知らせしとくね。ありがとう、またね、またね。またね、おやすみ、おやすみ、おやすみ。お昼配信なのにみんながおやすみって言ってくれる。いつもの方ありがとう、どうも、こんにちは。おやすみ。またね、またも、またも。ほら、ありがとう、ありがとうございます。いや、私はそれ早すぎるね、ちょっと早すぎるよ、それは。よいお年を。じゃあまた夜配信でお仕事ある方は頑張ってね、頑張ってください。じゃあまた夜、ありがとうございました。